ジョシア・レノルズによるイーリ d 伯爵夫婦の肖像が1775年頃。初代イーリ d 伯爵ヘンリー・ロフタスはアイルランド王国の貴族、政治家。初代ロフタス子者、ニコラス・ロフタスとアンポン・ソンビーの末をとして1709年11月18日に生まれた。1747年から1768年まで万能選挙区の 1768年から1769年まで、ウェックスフォードカウンティ選挙区の代表としてアイルランド、庶民委員議員を務めた。また、1766年から1783年まで、ウェックスフォード県主席治安判事を務めた。1769年11月12日に、兄、ニコラスの息子ニコラスが死去すると、ロフタス支社区の借を継承。 16日に、アイルランド貴族院議員に正式に就任した。その後、1771年9月4日に、アイルランド数密院の数密顧問官に任命され、1771年12月2日に、イーリー・伯爵に除された。1783年2月5日に、聖パトリック勲章を授与されたが、同年5月8日に死去した。後継者となる息子がおらず、 爵位はすべて断絶した。1745年、フランシス・モンローと結婚した。その後、1775年9月14日に、ロンドンでアン・ボンホイと再婚した。ありがとうございます。